チョビご飯食べなよ。チョビ。ご飯食べなよ、チョビ。おいしいよ。パン。おいしいよ。ご飯おいしいよ。いいよ、食べな。パン。チョビ。おいしいよ。ティーちゃんも心配してるよ。チョビ。まさか、チョビ。ねえ。まさか、味を占めてしまったのかな？チョビちゃん、チョビ、チョビご飯食べなよ。チョビちゃん、チョビご飯食べな。はい、ご飯食べな。チョビうろうろしとん、何をうろうろしとんの。チョビ、まさかまたあの焼きたての和牛出てくるの待ってんじゃないだろうね、チョビちゃん。チョビちゃん、はい、ご飯食べな。はい、ご飯食べな。そう、ご飯食べな。いいよ。はい、いいよ。そうそうそう、美味しいよ。美味しいんだよ、チョビ。美味しいよ。そうそう、いいよ。チョビ。チョビちゃん、あ、食べない。チョビ。美味しい、おいで。おいで、おいで、おいで。あ、おいで、食べな。あれ？美味しいよ。作りたてだよ、これも。当たり前だけど。あら。マジっすか。あら。やっぱりこうなっちゃった。チョピー。ねえ。出たね、久しぶりに贅沢病。チョピちゃん。そう。はぁ、ならまあ、しゃあねえな。ダメだね。もうこれじゃダメですか。
よし、できた。これでダメならまあ体調不良かなって感じだよね。さあどうかな、ちょびちゃん、今度は違う？なんかざわざわしてる。ちょびちゃんよいしょ、ちょっと待ってよ、ティーちゃんも、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。はい、チュービー。ティーちゃんこっち。はい、ストップだよ。あーあー、ちょっと待ってよ。よし。はい、ティーちゃん。はい、チュービー。はい、チュービー。こっち。チュービーこっち。どうだ？やっぱり贅沢病だね、チョビちゃん。何あんた、全然違うんですけど。どういうこと？やっぱそうなんだ、もう和牛の味に慣れちゃったからね。もう嫌なんだね、普通の普通の胸肉茹でただけではダメなんだね。なんかあの老犬ご飯の教科書通りでは全然ないんですけど、とりあえず鶏のひき肉とね、人参、あとちょっとかぼちゃ入れてね、炒めてみましたけど。ティーちゃん、おいしい？ティーちゃんもおいしい？まあね、チョビちゃん食欲ないっていうの見るとさ、ちょっとドキッとしちゃうところあるからね、最近。心臓に悪いでね、やめてね。ね、美味しそうに食べるな、本当に美味しいんだね、鶏のひき肉。また買ってくるわ。まあ今後はですね、 100% 手作り料理にしようと思います。うん、これだけやっぱり美味しく食べてくれるんでね、ちょっと頑張っていろいろやってみますね。あー、よかった。しかしね。それでは皆さん、またねー。バイバーイ。